今日の台所錦市場でお買い物プロのおすすめ、今回は錦市場の有名な評判茶山田氏屋さんに伺いました。さまざまなこう煎茶類、カプセスだとかいろいろあるんですが、早速お話伺いましょう。こんにちは。こんにちは。はい、まあ、新茶の季節がやってくるっていう感じなんですが、はい、どうでしょうか。ゴールデンウィークの、まあ、真っ只中というところなんですが、何かこう観光客が増えて、うん、こんなことを考えるってことをちょっと教えていただけたらと思います。やっぱりね、せっかく錦の市場に来られたんやったら、やっぱりここでないと味わえへんようなもう物地がやっぱりあると思うんで、やっぱりそういうところへ足運んでほしいなっていう気はしますね。そうですね、錦市場ならではというと、例えばどういうものがありますでしょうか。やっぱりね、基本的には素材を売ってるっていう感じだと思うんで、まあ、いい素材のものを購入とかいただいて、まあ、持ち帰っていただいて調理していただくとか、まあ、どんな調理の仕方があるんやとか、やっぱりそういうのを他のプロの人が教えてくれるっていうような、そういうとこがええとこやと僕は思っているんで、やっぱりそういうのも聞いてもらったらいいんちゃうかなとか思います。そうですね、こう調理したものを売るお店っていうのも最近増えてきたような気がするんですが、野菜であったり魚であったり生風、お茶はもちろんのこと、本当におっしゃった素材を売るのが市場の役割。はい、はい、ね、そういうふうに僕らは、まあ、思うんで、はい、まあ、観光に来てちょっと食べたいなという方ももちろんいらっしゃるのは、その気持ちも分かりますよね、うん、けども、まあ、そればっかりじゃなくて、そういう本来のその市場の楽しみ方みたいなのを楽しんでいただけるっていうのはまたいいんじゃないかなとか思ったりはします。本当ですね、市民の方で、まあ、今日の台所錦市場というところでなかなか普段の買い物に来づらいぐらいの混み合いという、これはかなちょっと残念という感じなんですが、うん、やっぱり観光客の方にも本来の錦市場をもっと楽しんでほしい、知ってほしいということですね。はい、わかりました。そういう感じです。はい、はい、ありがとうございます。